ープで、たっぷりと鍛えて、しっかりと力をつけて、後半戦の躍進につなげていきたいと思います。1週間という短い時間ですけれども、お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。罰とかなくてもやるから。さっきあんま少しやらないんだよ。
暑い一週間、暑苦しい一週間。いやもうとにかくそれが本当に一番求めてるものなので、あの仙台では味わえないそういった気候の部分はあのぜひ、我々にどん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 もう容赦なく照りつけてほしいですし、あのその中で選手がどれくらい踏ん張れるのか見守りたいなと思います。